この時間は栃木のプロバスケットボールチーム宇都宮ブレックスの情報をお伝えするゴーゴーブレックス。今日は背番号13番渡辺博則選手が来てくれました。お久しぶりです。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。実は今日からですね、水曜ビートのパーソナリティを務めさせていただいているんですが、そうですね、はい、覚えてくださってますか？いや、なんか、あれですよね、はい、ないなないっすね、記憶。いやいや、そんな、なんか頑張ってるみたいですね。 ありがとうございます、はい、本当に結構前なんですけど、はい、鍋の蓋の時代にちょこっとだけ出させていただいたことがあるんですよ。あ、そうなんでしたっけ。あ、そうかそうか、そういうあれでね。そういうあれで、あ、わかりました、わかりました。遅刻してきたおかげで、ね、あ、そういうことか、はい、そういうのがあったんですね。いただいた記憶が、すいません、いやいや、消えてないですよ、それは。はい、改めてよろしくお願いします。さあ、渡辺選手、今日のね、メッセージテーマなんですが、はい、楽しみで楽しみで楽しみなものというメッセージテーマなんですけど、はい、渡辺選手が日々の中で何かこう楽しみされてるものってどんなことですか？食事、お、睡眠、睡眠、それぐらいにしときましょうねえ、それ以外言えないでしょう。あ、そうですね、うん、まあ、ちょっとそっちの方が気になりますけれども、はい、そうですね、食事だと最近なんかマイブームとかってありますか？ないですよ、食事ね、マイブーム、でもね、玄米をね、食べることにしてて、はいはい、別に毎日じゃないけど、なんかそうするとやっぱなんかいい感じな気はしますけどね。まあ何がいい感じなのかちょっとよくわかってないんですけど。なんか食物繊維豊富って言いますよね、そう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 、玄米。でもね、食物繊維豊富なもの取った方がいいらしいですよ。本当にマジでこの腸を強くするのは超大事らしいです。あれ、あ、帰っていいですか？もう大丈夫です。今のは最初のちょっと巻いてます。はい、帰りを感じ、そうですね。ありがとうございます。ごめんなさい。雨の中ね、すいません、ね、本当にね。たくさん来ていただいてますけどね。はい、いや、腸活ね、かなり今ブームありますけれども、うん、玄米ブームなんですね。まあ、玄米とかも、でもなんかそういうなんか発酵食品とかも食べるようには、うん、してる。まあ別に嫌いじゃないんでね、はい、その納豆とかそんなんはね、そうそうそう、それを食べてますね、意外に。あ、意外、はい、確かに。でも全然あれですよ、そのジャンクフードも食べるし、最近あんまり、その去年なんか痩せようかななんていろんなことを言ってみたんですけど、はい、まあ向いてないんでね、なんか普通に過ごしてた方が楽しいかなっていう、はい、そうですね、はい、食事もなんか楽しめた方がいいですね。そうです、そうです、そういうことです、はい、はい、そして3月22日にお誕生日も、はい、ありがとうございます、おめでとうございます、ありがとうございますね。36歳になられたってことですけれども、はいはいはい、はい、そう、ちょっとした共通点で言うとね、そこ同じ学年なんですよ。あら、そうですね、はい、で36歳になったってことで、やっぱそういった意味でも食事面とか結構気にされた？全然してないですよ、関係なく、全然関係ない、あんまりね、食とかなんやかんやいろんなことでね、ストレスためないようにしてるって感じ。あ、そうなんですね。まあ、でも昔よりはやっぱりその太りやすくなったりだとか、うん、まあわからない、なんかその、まあ、代謝が悪いとかないんですけど、はい、はあるのかなっていうのはあるんで、まあ昔よりはちょっと気をつけてるけども、はい、その気をつけてる人からしたらもう全然だと思うんです。はい、で、あと先日その生誕祭の、うん、まあ、YouTube ライブが行われていて、はいはいはい、鵤選手や遠藤選手に、ね、お祝いされている様子私も拝見したんですけども、はい、まあ、その中で36歳の目標としてカリカリしないみたいなことをおっしゃってたじゃないですか、うん、はいはい、まあ、あれから数日経ちましたけどいかがですか？めっちゃ切れてますよ。見てくださいよ。めちゃくちゃ切れてますよ。例えば言える範囲でどんなことで最近ちょっとカリカリしちゃいましたか？まあ、メッセージテーマからすごい離れるんですけどね、はい、でもね、本当にちっちゃいことでカリカリしますよ。そうなんです、ね、カリカリしますよ、もうそんな、うん、でも、はい、それを言った限りはちょっと意識はしてます、うん、あ、カリカリしないようにしそうになったらちょっと思い出して。でもカリカリしてる人がいると、はい、ちょっと映りカリカリもありますね。聞いたことないです。映りカリカリ。映りもあるんで。映り。はい。だからちょっとあんまり、そうですね、あんまり僕にカリカリさせないように周りの方が気をつけるべきじゃないかなと。36歳なんでもう僕は。そうですよね。と思いますね。36歳側から言わせれば。それはそうですよ。周りが気をつけるということですね。それはそうです。大丈夫かなと思ったら心配ですね。さ、この楽しみなことっていうメッセージで、学生時代とかちょっと遡ってみて、その学生時代若い頃はこんなことが楽しみだったなとかってありますか？いやでもね、うん、学生時代はやっぱり練習もきつかったですし、その休みもすごい限られていたので、はい、まあ今も別に休みがめちゃくちゃあるかってそうでもないんですけど、
あまり余裕がなかったですね、遊ぶという。だからそれは良かったかなと思います。学生時代の時にその余裕なく毎日練習だったり、はい、授業とかも大変だったんで、うん、勉強だからその時にまあ普通皆さん学生で遊ぶところをまあ結構節制したのが良かったのかなとは思いますわ。じゃ結構しっかり真面目な学生生活、いやしざるを得なかったって感じですね。環境的にもう練習きついしなんやかんやで、うん、で僕一人暮らしとかでもなかったんで大学生の時はそんなになんかあんまりこう、うん、なかったですかね。なるほど、うん、じゃあ結構日々のことをこなすのに精一杯だった。そうだからそれこそご飯とか、うん、たまに先輩に連れてもらったりとかでいいもの食べるとすごい美味しく感じましたよね。なるほど、そうそうそう、ね、まあ、そういったところが食事の楽しみとかもね、ありますね。はい、まあ、あと渡辺選手といえば、まあ、リスナーの皆さんもね楽しみにされてると思うんですけども、ラジオ番組チャップアッププレゼンツ鍋のくせにのメイン DJ としても活躍されてますけど、はい、ラジオはやっぱ楽しみだったんですか？楽しいですけど、なんかそれ前もね井出さんこの前だったじゃないですか、ね、それも毎回言っていただいて、なんか言わされてるんですか？いや、そんなことないですよ。別にいいですよ、そんな、うん、もうこの一つの番組で僕の番組のことは全然いいんですけど、まあ楽しくやらさせていただいてますね、本当に。で、全国のから皆さんリスナーの方メッセージいただくんで、はい、それを読むのも楽しみですし、うん、うん、なんかありがたいですねって感じです。はい、でもね、本当に番組聞いてるとバスケットの話っていうよりかは結構もう本当渡辺博則としてのこうラジオって感じですね。そうですね、渡辺博則の本当に深層心理のね、をついてるの番組ですよね、福ちゃんね。あ、本当に聞いていただけるとね、今週もぜひ聞いていただけると、あのためになる話、ためになる、ためになりますよね。今週特にためになるはずなんでね。じゃあ、逆にそのここで今言えなかった楽しみで仕方ないこと話とか、割とそっちでは、そうですね、話されてます。だいぶ深層心理に、深層心理、心理、うん、深いところまで行ってるかなっていうところがあります。まあ、だから気になりますね。その人だったら分かんないかもしれないですね、話してる内容ね、ぜひ皆さん、そちらの番組もね楽しみに聞いていただきたいと思います。はい、それではちょっとバスケットのお話も、ね、していきたいと思うんですが、はい、B1 リーグも終盤に差し掛かりまして、王座奪還を狙う宇都宮ブレックスは重要な戦いが続いています。先週末の3月30日土曜日、31日日曜日はアウェーでシーホース三河との2試合が行われました。ゲーム1は渡辺選手の鍋タイム発動で流れをつかみ78対88で勝利。ゲーム2はニュービル選手が攻守にわたって大活躍し81対89で勝利、チーム最長記録更新の18連勝ということになりました。おめでとうございます。まずはこの2試合振り返っていかがでしょうか？そうですね、本当に三河さんが個々の運動能力高くてですね、うん、こう自分たちがどういうふうに守ろうとかいろんなことを用意した中でもやっぱそれを超えてくるような、まあ、そのアスリート揃いなチームだったので、やっぱすごいやる前もそうでしたし実際やってからも非常に難しかったですね。なんか一見こう点差をつけたら時間もありましたけども、はい、それ以上にやってる方は結構プレッシャーというか、そのなんていうの、用意したものではないその超えてくるものがなんかやってて感じたなっていうのはありますね、うん、はい。その中でもね、一度こう点差をまた追い抜かれてもまた取り返していくこの強さがブレックスだなっていうふうに思うんですけれども、はい、渡辺選手はゲーム1で3ポイントシュートを7分の6の18得点の活躍ということで、はい、日はやっぱりこう感覚的にゾーンのようなものに入っていた感覚ってあったんでしょうか？そうですね、その前の千葉の試合からちょっといい感じではありましたけども、まあ、1本目入ったっていうのが大きかったですかね、はい、そこから気持ちよくなってできたっていうのもありますし、うん、9分何秒ぐらい、50秒ぐらいかな、18点、うん、そうですね、で5ファール退場そんなおしゃれなスタッツを残せる人がいるのかなと思うんですよね。本当かっこいいですよ ね本当におしゃれだな、自分で思いましたね。知り合いからもおしゃれなスタッツだねって LINE 来ましたからね。見た人はびっくりするかもしれない、ね、おしゃれだなっていうところですね、はい、いやでも鍋タイム発動の時のドヤポーズがすごく盛り上がりましたね、はい、あれはね、サッカーのね、キリアン・ムバッペっていうパリ・サンジェルマンの選手がシュート入れるとやるんですよ。それをやったっていうだけ。そうだったんですね、はい、いつかやろうって思って
瞬間に見られたわけですね。ムバッペが出る、ね、あれも話題になってましたし、はい、またゲーム2ではニュービル選手のスリーポイントも8本決まって今季最多の34得点ということで、うん、もう試合ごとにも様々な選手が、ね、こう活躍していてチーム全体で、ね、勝利を掴んでいるという印象ですが、はい、そしてゲーム1の勝利によって2023-24シーズンのチャンピオンシップの進出が決定となりました。おめでとうございます、はい、ありがとうございます。いや、まずはこの昨シーズン逃した CS の舞台に戻るというこの今のお気持ちお聞かせください。そうですね、本当に昨シーズン非常に悔しかったので、うん、まあ、まずはそこの壁を越えれたっていうのはありますね。ただやっぱりそこをね、いろんなことを、まあ、壁を越えていかなきゃいけない。今はまあ CS も越えた、うん、次はっていうのを一つ一つ越えていくだけだと思いますね。なんかあんまりいろんな先を見ずに、でいろんなことを言われても惑わされずにね、本当にそこだけに集中するっていうところが大事かなと思います、ね。はい、いろんな方のインタビューの中でもやっぱりその CS まであと何勝とか十何連勝というのはあまり頭になくっていう話結構ありましたもんね。そうですね、三河の試合勝った後もそうやって言われて初めて気づいたぐらいだし、まあ、僕はね、まあ、この選手は知ってるのかもしれないけど、うん、でもそれぐらいやっぱこう1試合に無心で本当にこう勝つっていうところだけをやっていく作業っていうのが一番シンプルで、はい、まあ、難しいんですけどシンプルかなっていうところですね、はい、そこがやっぱり欲が出ると、ね、良くないことも起こるだろうしとは思います、はい。さあ、そして渡辺選手は B リーグ初年度そして 2021-22 シーズンと2回の優勝経験ありますけれども、その2シーズンと比べて、今シーズンのチームの雰囲気っていうのはどうでしょうか。そうですね、初年度は東地区優勝してからのチャンピオンシップっていうところだったんで、でこのついこの間2年前ですか3年前ですか、その時は、ワイルドカードの一番下から行って優勝って、また全然違うシチュエーションで、うん、まあ、もちろん雰囲気も違いました ね、 そうですね。この2年前はやっぱり危機感がありながらのところ、まあ、もちろん初年度も危機感はありましたけども、はい、やはりそのレギュラーシーズンの結果っていうのがそのまま反映されるのがチャンピオンシップではないので、そういうのも踏まえた上で2つ経験した上での今回臨みたいなっていうところはあります、はい、ありがとうございます。さあ、そして鉄壁のディフェンスを誇るブレックスですが、それに加えてここ最近では100点ゲームで勝利するなど攻撃力の方もアップされていると思うんですけれども、チームとしてはどんなことを意識して戦っているんでしょうか。まあ、今言ったそのブレックスのディフェンスっていうのはもともとやっぱそういうプライドを持ってやってる部分っていうのがありますから、そこはまあブレずにありますが、今シーズンはやはりもちろんね、新加入の選手とかもあるんですけど、やっぱこう一人一人が出るメンバーが自信を持ってシュートを打ってるのがその結果だと思いますね。その確率っていうよりはやっぱり打つ気持ちだったり、よりこうシンプルにバスケットを相手から打つとか誰を攻めるっていうのを決められたことではなくてね、そこがやっぱりこう100点ゲームだったり、うん、気づいたら90点台の試合も多いし、すごくオフェンスの好調というところがいい成績につながってるかなと思います、はい、はい。そして今週末の6日土曜日7日日曜日はホームに戻り秋田ノーザンハピネッツとの2連戦ということで、同じ東地区の強敵の秋田との2連戦ですが、まあ、このチームの印象とそして試合への意気込み聞かせてください。そうですね、本当に、プレッシャーをかけてくるチームで強度の高いバスケットをしないと負けてしまう相手なので、今シーズンも1回負けてますし、まあ、あとは秋さんはもうねチャンピオンシップに向かってもう必死になってくる相手に対して僕らが受けないで、しっかりそれを弾き返すってことができないと練習も止まってしまうし、やはり僕らも CS に向けていい準備ができないので、まあ、そこは本当に受けに回らず強度を上げてね上回っていければいいかなと思います、はい、ありがとうございます。ぜひですね試合の模様はバスケットライブでもご覧いただけますので選手の後押しお願いしたいと思います。さあ、では最後にですね渡辺選手からリスナーそしてファンの皆さんにメッセージをお願いします。はい、いつもお聞きいただいてありがとうございます。そして応援していただいてありがとうございます。本当に今もう4月ですね、気づいたらもうあと少しで、CS も始まりますし、もう佳境を迎えているので、本当にこのままこれ以上ですね、皆さんの力をお借りしてですね最後まで突き進んでいきたいと思いますので、引き続き最後まで応援よろしくお願いいたします。ありがとうございました。本日は背番号13番渡辺博則選手にお越しいただきました。以上ゴーゴーブレックスでした。新生活楽しんで全然出てこないわ最後全然出てこない